はい、どうも皆さんこんにちは。今回も電気紹介やっていきたいと思います。ですね、今回のデッキなんですけども、デッキ名聞いていただければなんとなくやることわかるんじゃないかなっていう気がするんで、デッキ名紹介させていただきましょう。デッキ名はこちら、パクリエイトザ・ワールド、こちらです。パクってクリエイトするデッキでございます。あのね、メインギミックはこのカオスソルジャーと、クリエイターなんですよ。この2体 のギミックって今までもあの多分あったと思うんですけども、これいいですね。子羊トークン と、ダブルマジックアームバインド、もしくは、ハム太郎トークン、とダブルマジックアームバインドを組み合わせて相手のモンスターパクリ、パクってクリエイター出す、まあ、もしくは、まあ、カオスソルジャーでもいいんだけど、クリエイターもしくはカオスソルジャーを出すっていう、そういうデッキですね。で、メインの、強いギミックっていうのはあの今までもあった通りで、天地、開闢、これで一応カオスソルジャーと戦士族を墓地落とします。手札に入っちゃうのもあるんだけどね、墓地落とします。で、落とすのは AD チェンジャーで、 AD チェンジャーを落として、で、AD チェンジャーの効果でこれ、表示形式をね、カードどのカードでも表示形式変更できますから、裏守備でも、表守備でも表攻撃表示でも、何でも、こいつを使って、相手のグゼーモンスターをなんかこう表示形式変更したりとか、自分のね裏守備のこのクリエイターを表示形式変更したりとかして、で、こいつ除外されますから、除外したら、クリエイターの効果で、墓地に落としておいたカオスソルジャーを出し、カオスソルジャーの効果でこれ除外されてるね光属性および、もしくは闇属性のモンスターかの、1体を墓地に戻してカード、相手のカード何でも除外できますっていう、クソ強い効果なんですよ。これをうまく使っていくデッキでございます。ちょっとまあ説明しちゃうとね難しいんだよな、このデッキ。動き方をね見ていただいた方が全然分かりやすいと思いますんで、あ、ちなみにスキルねバランスにしてて、要はこのトラップカード1枚手に札に加えたいんですよ。このダブルマッチカンパイとかもしくは天地かどっちか、これどっちかちょっと欲しいから一応バランスに、まあ、してるっていう感じですかね。そんなことかな。で、また例によってクソ金かかるっていうねUR 積みすぎ問題ってね。さあみんな低評価を押すんだ。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、バンデットキースさんですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ちょっとね若干デッキ今更かみたいなちょっとあるんだけどちょっと心拍来るまでの辛抱だから許して。ちょっと心拍そろそろ来るから、多分そろそろ来るから、ちょっとそこまで待って。ちょっとさすがにね、ネタだだついてきてる、さすがのリュウさんも。手札は異常にいいですバランス使ってるからまあいいのは当たり前なんだけど、まあ手札はいいですね、これね。素晴らしい手札ですね、これね。理想的な手札と言ってもいいんじゃないでしょうか。とりあえずただ相手がレッドアイズなので、まあカンパ、摂理、天罰あたりをまあ警戒して動かないといけないかなっていう。とりあえずこのハムストラットセットして、で、天地神とセットして、おいでターンエンドですね。基本的にはその摂理、天罰、寒波、この辺りを意識して動けば、まあ、いいと思うので、まあ、基本的にはこのモンスターはセット、モンスターはセット安定だし、まあ、とりあえずこういうなんかそんなに止められても別にいいかっていうトラップから先に使って様子を見ると、この感じはまああれですね、ありますね寒波ありますね、これね、間違いなく寒波ありますね。これはとりあえずチェンジャーとチェンジャーを落として、これでお願い、カオスソルジャー選ばないで。これたまに勘のいい人カオスソルジャー選んでくるんだよな。全部落としたから墓地に、やめてやめて、よし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 。これねカオスソルジャー当てられちゃったらカオスソルジャー手札入っちゃうんで、それはちょっと望んでないんですよ。で、砲殺なのね、ガンガンできましくんな、おなじみですよね、この動きも。さすがに皆さんも見飽きたんじゃないですか、さすがに今は結構ね外人さんとかが使ってる人多いですかね、バランスレッドアイズめちゃくちゃ多いかな。僕ね結構ね午前中にランク戦やるんですよ、結構だから夜とかじゃないからあんまり、ね、日本の方とのね、なんかね時間帯があんま合わなくて、多分だってすごいね外人の方とすごいマッチングするんですよねまあまあいいんですけど別に。
とりあえずハムストラットを出して、ハムストラット出して、これでそれでですね、これは止まらないから、多分だけどね、今の感じだと説にないんじゃないかなと思うんだよな。なるほど、まあそれは出してくるよね多分。まあ今セットしてたら別だけど、ドロー、難しいです。とりあえずセットはしいですね。セットは何も止められないから、ここはセットして、でターンエンドですね。君の攻撃力では僕は突破できないはずだ。なぜこう守備力は3000あるからな。君のな、君のほんと貧弱な攻撃では突破できない。よしよしよし、いいぞいいぞ、エネコやめろ、エネコやめろ、エネコやめろ。あー、オッケー、ないね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 。ドロー、難しいな。ちょっと様子見で、アシスタントディレクターの効果発動しようか。アシスタントディレクターの効果をちょっと一回発動して、ちょっとですね、天罰気あるか見よう。これこれで、あー、わかんねえ。でもなんかないような気がする。とりあえずちょっとやってみよう、行ってみよう、やってみよう。で、これでカオスソルジャーを特殊しようか。あ、なさそうだけどな。とりあえず、特殊召喚で、カオスソルジャーの効果発動で、こいつを墓地に戻して、これないっすね、これね。で、こいつを除外しましょう。さあ、で、とりあえずさようなら。よしよしよし、オッケー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 。で、一旦これはセットして、で、バトル、殴る、殴ってドン、オッケー。で、カオスソルジャーの効果発動動はしない。これね、今カオスソルジャーの効果発動すると一応 AD チェンジャーが手札に回収できたり、あとライトレグレファーとか、あー墓地に行ってれば回収できたりするんですけど、まあそこはまあ別に使わなくても、使ってもどっちもいいです。 AD チェンジャーは墓地に行ってほしいんで回収しない方がいいですよね、もちろん。で、攻撃の放殺してバンバン回してくる。ただレッドアイズ1体除外したんで、結構それでかいかなっていう気がしますよね。基本やっぱ墓地利用は除外するか、もうワイトに変えるか、まあ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 、まあ、敵戻すか、まあそのあたりのね対策って感じになってくると思うので、まあ、バンバンマジック、あと敵5枚、敵5枚か、まあ、とりあえずただ3000、守備力3000の攻撃力3000、この3000コンビをこの低火力レッドアイズ組んで突破するのは多分無理だと思うんですよね、シンプルに。これがこの時のいいところですよね。3000だから、まあシンプルに殴り負けは絶対ないっていう。一回ちょっと効果発動しようか。それで AD チェンジャーで横向きにして、一応銀幕だったら返り討ちにされちゃうの嫌だから、まあ維持されて終わりなんだけど、まあいいや。これでバトルで、これでカオスソルジャーで殴る。さあ、オッケー、殴れる。ここもいいえ。で、ターンエンド。さあ、いいですよ。火力押し、バランスレッドアイズには火力押しにかかります。銀膜とかメタルが入ってるパターンが結構多いですけど、まあ、その辺をうまくプレイングでかわしながら殴り勝つ、これしかないですね、レッドアイズは。まあ、もしかしたら早くサイコショッカー来いって思ってるけど早くサイコショッカー来いって思ってるけど、ドロー、サイコショッカー来ねえだろうな、まださすがに。そうだな、とりあえずどないしよう。とりあえずでも墓地から呼ぶやつも大していねえんだよな。まあ一応効果発動しましょうか。一応効果発動しといて、でこれでここちょっと決めに行こうかな。多分レッドアイズあると思うんですけども、多分レッドアイズあると思うんですけども、これで決めに行きたい。いけるか、レッドアイズだったら帰りに隠れるけど、一回バトル。さあ、いけ、ハムちゃんアタック、ひまわりの種を投げる攻撃。あー、なるほどね、レッドアイズスピリッツで呼び出していく、呼び出して守備表示、なるほど、銀幕ないってことね。オッケー、じゃあこれドン、はい、オッケーで、いいえ、オッケー、ターンエンド、オッケーオッケー、ナイス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 。もうこれ積んでるでしょ、さすがに。もうひたすらレッドアイズがカオスソルジャーに殴り負けるだけですよ、これ。そうですね、まあここもシンプルに殴りに行っちゃっていいんじゃないかなっていう気がするんで、バトルしましょう。いけ、ひまわりアタック、よしよし、いけ、カオスソルジャー、オッケー、よーし、レッドアイズはマジで本当に踏み台、
ダブル、髪の毛も迷宮入り兄弟ですね。よろしくお願いします。あれかまたあのあれですか、 おもちゃの、銃でコイン投げて遊んでるこれ兄弟ですかね。おもちゃの銃でコインを投げてあの遊んでる兄弟の可能性ありますね、これ。手札はまあまあまあって感じですかね。このハム太郎トークンとあのダブルマジックアームバインドの必殺コンボが決まる可能性もありますけど、ただね、あのね、リボルバードラゴン系のやつ出てくるとあの、ね、効果破壊されちゃうね。効果破壊されちゃうのが一番きついかな。ハム太郎トークンのちょっと弱点というかいう感じですね。リバースできないかな。ドロー、子羊くれ、子羊くんのナイスですね。ハム太郎セット、ダルマジカンバインドセットターンエンド、これはまあいいでしょう。まあ最後リボルバー出てきたとしてもまあなんとなるかなって気がしますけど、デコイチ暴走機関車、魔装機関車じゃなくて闇トーマス、三つ星攻撃していくトゥーンでしょ、どうせトゥーンリボルバーでしょで、ですよね。で、これ誰か、これ誰だろう、これでどうせ、そうですね。で、おもちゃのコインを投げて遊んでいく。おもちゃのコイン投げて遊んで楽しいか。やばい、やられた、それきついな、それきついな、それきつい。いや、もうキングダム貼られてねえから、まだちょっとキングダム貼られたいんで、ちょワンチャンとかあります。なのかな、なのかな、ドロー。オッケー。そしたら、迷える、こいつトークンを、こいつさんトークンを、ここで特殊召喚して、そして、我が必殺のトラップカード発動。いや、続いたトークンを2体リリースし、君のモンスター2体を、パクるぜ。さあ、来い。俺の元に来い。よし、ごっざんです。ごっざんです。そしてリボルバードラゴンのフォーカスをここで当てなきゃ男じゃない、当てなきゃいけない。じゃあもう用済みだ、じゃあお前はもう用済みだ。じゃあお前も用済みだ、さようなら、いいよしセットで、ターンエンド、よし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 、いいぞこの素晴らしい動き、とりあえずここで天地開闢しよう。で、一旦ですね、ここでデッキ足も測りながら、これが素晴らしいですよね。その、デッチ壁って最高その3体墓地に落とせるし、デッキ圧縮もできるっていうね、これが素晴らしい。よしよしよし、オッケー、いいよいいよ、まあ、あとはもうおなじみの、僕がどうやっていうほどのこともない、おなじみのカオス、クリエイターコンボですね、シンプルに。まあ、そこに本当にパクリ三重視の君を足しただけなんで、お手軽デッキ。金だけはかかるけど、金めっちゃかかるけど、おっと、これはあれか、セットガルマン、なんでそれ出した、殴るの、え、死ぬけど、え、そう、死ぬけど。いや、無警戒すぎでしょ、なんで殴った今。はい、お相手の方、闇遊戯の選手の皆さん、お疲れ様。一回天地破壊セットして、で AD チェンジャーセット、これちょっとやばいですかね、ターンエンド、このパターンがちょっとやばいかな。このパターンの場合はちょっとやばくて、上級が2体来ちゃってるっていうね。あのね、ちなみにね、このね、デッキ自体ね、手札事項はね、バランス使ってますけど一応あります、全然。なんでかっていうと、この上級2体パターンと、あとAD チェンジャーがめっちゃ来ちゃうっていうパターンと、結構その辺がね、事故っす。まあ事故っていうか、まあそうね、事故だね。基本的にはここで墓地を肥やし、のが天地火薬の役目で、で羊長トークンと、あとハム太郎トークンとダブルマジックアームバインドで、クリエイター、もしくはカオストジャーを出していくっていうギミックになるので、基本的にですね、あのパクリ三重視があの来てないと結構きついんですよ。ちょうどね、一枚でもあればね、まあなんとかなるかなっていう感じはするんだけど、ハム太郎トークンか、羊かどっちか、まあ6番入ってるからね、結構来るんだけど、ないことも全然ありますね。ただ相手も、ああなるほど、デュアルサモン、珍しいから使ってね、どうでっけそれ、ああ懐かしの墓守、本当にさ、墓守見なくなったよね、ランク戦。いやー、なんか嬉しいわ、逆にそれは嬉しい、それは逆に嬉しいですよ、なかなか。それやばいけどね、ドロー、あー、オッケー、ハム太郎ナイス、ハム太郎ナイス、セットして置いて、
ターンエンドですね。ハム太郎はナイスだわ。これちょっともう一回サニア出てきたらちょっとやべえ、もう無理だけど、もう一回サニア出てきたら無理だけど、いや墓守りは嬉しいよ。墓守りは普通に嬉しい。シンプルに懐かしいもん。なんかあ、それからなくてくんの、それからなくてくる、それはあれだ、それワンチャンあるな、それワンチャンあるな、それはそれはワンチャンあるぞ、それはワンチャンあるな。でそれで殴られてドン、でセット破壊されない、ハム太郎、ハム太郎の効果で分かってる方いらっしゃるんですよね。トークンから殺害しちゃダメです。あ、ダブルマジックきた。それはこれまだ出さなくていいんじゃないかな。ダブルマジック来てるからこれまだ出さなくていい気がする。ターンエンド、なんかさ、サニワかさ、オサなんか出してくんねえかな。なんかサニワかオサなんか出してきて、これサンダルガーンみたいな殴ってこないかな。これ結構いいんじゃない、そのパターン。さあ、なんか出してこい、何かしら出してこい。そしたら俺、私のダブルパクリームマジックバインドが火を吹くぜ。エネコントローラー、エネコントローラーで、エネミーコントローラーで、あ、表示形式変更、なるほど。それに、あ、それで2000になるみたいな感じ。あ、それは別にいいですよ。ダブルパクリームバインドをしてば、うーわ、やった、これはやったわ、これはやった、これはやったわ